はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。はい、今日は古橋亨梧選手のキャリアモードやっていきたいと思います。次の試合の相手が、どこで、ベティスかな、このマークは。確かベティスだった気がする。はい、ベティスですね。はい、じゃあベティスとの試合、果たして試合に出れるのかどうか進めていきましょう。ほんと、ちょっと、もう一試合出させて、もう一回チャンスくれ。お願い。これは？おー、スタメンに選ばれました。じゃあね、それじゃあ今日は BTS やっていきましょう。よかったね、試合出れて。前回電気見られなかったから。あ、来た、ついに、久保建英も出てる。両翼日本人だね、これ。いやー、面白いね。じゃあ、古橋として、はい、じゃあ、戦っていきましょスタジアムは素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はコリセウム・アルフォンソ・ペレはスい、です。ホームでの実況試合はです。私、西岡明彦、初だね、ホー解ム説でには初福の西田試合。さんをお迎えしています。右サイドまあ、ハーフ前回がこの一久保戦、ちゃヘんタなフェんがで、レアル・ベティスと私たち戦いはます。今回サイドに試張っ合前にはて、どちらまあ、の得監点を督からね、もこの試まあ、合チャでンのス自メイ信がク伺えましした。ていこうかと思う。さあ、ついにあデと、やっビューぱ俺戦がをなん迎かえね、まし名前、た。スペインのね、福チー西ムさんの選は手、名どん前なが好き選な手選と手がいどんてな点ね、に注目していますまあ、誰か？かというと、まあ、イ最アゴ・後アはスゴパリルとス。なるキーパーですイアが、ゴ・アスパス、こなんのかさ、選手名は前がデよビューくな戦い？にもかかわらベずテランでそさ、れほど緊張やっしぱ、てるセようルなタ内だっ容ですけ？ね。これ、うま裏く抜けられ守備る。をあ、オフ攻サイ撃か？できるのか、ない、オフサイ。ディフェンダーとのい連やー、携にギもリ注目していギリ。きましょいう。ディやー、フェンスラインこういうを ギリ狙ギわリれのまとすころが、でね、狙っこていここうは出か。し手との呼吸が合いません。タイミいングや、がまあ合いま結せ構オんフでサイしだ。た。僕。ユセフ・エン・ネシリ、ユセフ・エン・ネシリ。いや、わかんない。聞いたことない。味縦いいよ。方がサポートに来ます。もう一回戻そうか。ユセフ・エン・ネシリ、いや、クロスか。攻撃あのるよ。流れヘを切ります。え。ボールはイグ結レ構シなんアかスへ。左サイドバックの選手上がってるんで、ちょ、戻ろうか。あ、やばくね？スペースに見事なスルーパス。危ねえ、ナイスキーパーがキー。飛びついた。マジ鮮神。やかなセーブ。今のは入っていてもおかしくないですよね。ナイスセーブです。ゴール前に入れた。危ない危ない。ボールがマンチェスターユナイテッドへの移バラ籍ユが決ナイまテッりました。ド？マジか。これまで所属していたクラブはレアル・マドリードでまあ、す。もうレアルでさ、はい、もうワールドカいいップ選手をも、獲得もうしますしべてた。のタイトル勝ち取っ今て後るのから活ね。躍に期待しましょう。もうまだわ、全然若いのに、ね。26とかだっけ？バランって。そんぐらいだよね。それでもなんかワールドカップとかもすべてのタイトル取れても、えげつないと思う。さあ、スタジア渡ムそうのか、一テンシ回。ョンが上がります。へえ。いこのやカッー、ト通らはない大か。あいこ、きい。まずいパス要しっ求だっかりたか、と今奪いましのは。た。こっからなんだよな。ネマニア・マクシモビッチ。へえ。へえ。さあ、どうする。いけるんじゃない？かわして。シュートで終わる。ファール、ファール。オッケー、オッケー、オッケー。フリーここキッはクフを。ァール。いい位置でフリーキック。危いや、険な蹴位ら置せでてのくれフよ、リーキッ俺クでに。す。いやー、蹴らせ直て接くれゴよ。ールを狙ってくる決かめもてしくれれまよ。せん。俺の、守る久保側建英じはゃない、何これには。壁に使ってくるでしょうか。い見事なやー。ブロックです。くそー、コー蹴ナーりでたかっす。た得点を決めてリードできるでしょうか。ー。まあ、俺、ダミアン。サイドバックの選手かな？古橋は中いなくていいね、別に。コーナーキックを蹴った。こぼれ球ボールををクうリまアくし狙まいたす。相手陣内に押し込んい。はい、でのじゃあスローイン前になります。半終わりましスコた。アは0対0。まあ、なんも、ここまでだ今のハーフとタこイできム。てないかな。ちょっと惜しいシーンはあるんだけど、って感じですね。監督フィードバック。パスの質が素晴らしい。自分のポジションを守れと。はい、わかりました。そんな守ってないかな。やっぱ守備の時ホだイッよスルね。で後半のこれキック守備オフ。重視の監督だったら、ね、こういうの多分ね、本当嫌ってスタメン出させてくれないと思う。ナビル・フェキル。自分のポジション離れたりするとね、本当。ひどいからね、この FIFA のこの仕様。イグレシアスに渡っそた。んな離れてないのに。いや、なんかさ、鎌サイドバッ田。クとかがさ、コーナーキック蹴ってさ、もうすぐ戻んないと本チャ当ンスをポジ狙ショっンてい守りまで帰れるす。からさ、本当あれはひどいと思う。全力ナ出しビてル・戻んないフェといけキなかったル。ね。まあ、それが普通なのボかールはな。イグレシアスへ。スタミナない時も、まあでもそうだね。普通ですけど、まあ。やばい、大丈夫か、こフェれ。キル。危ない、危ディフェンない、スが冷静。点取んポないジといけショないンから、もこれ、互角です。なんもない試合だ。そろそろリス使クを用取っ試て合。もいいんじゃないでしょういや、おか。い、大丈夫か？ナビル・フェキ危ル。ない、危ない。おー、噛んだ、噛んやりだ。ました。
いいよ。簡単いくぞ。ルアシのこの得意技をこのカウンターダッシュ。仕留められるか。へい。へい。いや、オフサイドよ。ずれた。へい。ヒールパス。いや、ヒールでやれよ。うわ、もう、くそ。いや、ヒールで出せると思ったんだけど、古橋まだヒールでパス出せないか。ピッチに入ります。あー、竹作も交代ですね。ローレンに変えられました。竹作もボールはローレンへ。こんなポジションどこにいればいいんだ。これトップになってもしかして。あ、そういうわけじゃないか。まずポジション確認します。ちょっと意味わかんないことになってる。ポジションが、あ、トップになってるね。なんか433のトップになってるから、ちょっと裏どんどん狙うか。サイド流れるよ俺。いや、1個受けた方がいいね。ワンタッチそらして前に走ると。もう一回受けるわ。この時間ですから、お願い、決めたい。へい、いいパスよ。もう一回へい打つか。いやー、もう一回ヒールで渡してくれれば結構チャンスだったんだけどな。終わっちゃう、時間終わっちゃう。マジ爪痕を残さないといけない。日本人ね、スペインであんま活躍できてないからね。裏狙うわ。あんじゃないこれ。いやー、くそ。おい、行け、ボール行け。ああ、終わっちゃった。ここでホイッスル。このリーグ戦は引き分けという結果に終わりました。渋いな。消化不良なゲーム。何もやってねえ。何もできてない。はあ、レート 6.7。もうパス成功率 86% は高いのか低いのか分かんないね。アウトオブポジション5。これ絶対またポジション離れすぎって言われるんだよな。まあ、ソリアのセーブしかなかった。マジで何もなかった。あ、でも、監督フィードバックはなんか、全員のグッジョブマーク出てるわ。パスが素晴らしかっただけじゃん。じゃあ次はバルサ戦です。果たしてスタメンに選ばれるのでしょうか。いやー、バルサ相手にね、点決めたら本当もう、これはもうチームのヒーローになれるからね。まあ、スタメンに選ばれてるかどうかなんだけど、まあそこだね。お、一応スタメンに選ばれてるね。一応これも、あれか主力になってんのかな、一応古橋は。どうなんだろう。まあ、じゃあね、はい。今日はじゃあこのバルサ戦で最後にしたいと思います。一応ね、竹久保も、まあ、フルス対決なってるね、久保くんは。はい。で、相手はもう僕は相手の選手ね、さすがにバルサの選手は、全員知ってます。いやー、バルサ戦か。勝ちてー。点決めたい。勝てるのは無理かもしれないけど。いや、メッシがいるよ、メッシが。いや、解説にはバルサか。まあまあ、とりあえずね、なんだろう。守備重視なんだろう。多分攻められっぱなしになるとは思う、正直。こういう試合って。海外とかは本当になんかもうさ、強いチームと、あんまなんか大したことないチームの差がひどいからさ。いや、これ取れないか。グリーズマン。ナイス。ナイス。よく取った。ありがとう。誰か分かんないけど。まあまあ、助かったね、これは。ネマニア・マクシモビッチ。裏。リオネル・メッシ。来た。もうシュートまで行こうぜ。打て、ブラシ。いやー、マジか。いや、そこを決めようぜ。いや、パスも迷ったけど、打っちゃった。ちょっとこれ、リプレイだ。いや、マジかよ。これ、大チャンスだった。相手の誰だ？右サイドバック。セルジ・ロベルトかな？セルジ・ロベルトが上がった時に、うまくつけたんだけどな。で、これ中見たい。中、クロス。いや、中でよかったっけ。でも、きついな。ここでパスか。ここで、奥の2トップの右のちょっと誰だ、ちょっと名前わかんないわ。あの選手に出せばよかったんだけど、こう右打ちたかったね、巻きながら。いや、ちょっとニア狙うってのも迷ったんだけど、左下にニアだよな。もうあとボールちょっとだよ。ちょっと、くそ。これ戻るよ、ちゃんと。アウトオブポジションなんないように、ちょっとポジションにします。あ、で、これメッシのパスコースをちょっと切りたいね。うん、サイドバックの仕事かもしれないけど、いや、ピャリッチもちょっと見ないといけない。いや、ピャリッチはちゃんとボランチの選手が見てくれてるか。お願いやめてね。いや、うまいな。ピャリッチか、あれ。いや、これ戻りすぎか、俺。まあ、こんなキック。いや、マジ、あれ決めたかった。
これ失点しないでくれよ、頼むよ。このコーソリナーア、誰に蹴ナイるスソか。リア、これ取りたい。いキーパーや、がコーナーキックを弾き出しましありた。がとう。これ久この保でし位置ょ。で相手のマーチャンクス、チャンになっス。ています。来た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 。素フロシ、これ決めるよ、決めるよ。さあどうする。ニア、ぶち込め。これはチャンスだ。来たバルサ戦で決めた。よし。なんだこのパフォーマンスは。映像が来ました。いやーカウンター、いやこれだよこれ。いや実際やりそうだねこういうの。よしリプレイ見るか。やったぜ。どうキーパー弾いて、久保竹がボールをちゃんとね収めてくれたっていう。ここでパスもらおうとしたんだけど、くれなかった。からだね、これまたから、うわいいねこの完璧な足。相手誰これ、競ってた人。ジョリであれば結構足速いんだけど。いやー古橋やっぱ足速いな、全然追いつかれてないよ。ここちゃんとニアね決めきると。いやーやったー、よしいけるぞ、勝てんじゃないかこれは。頑張ろう本当に。こっちか、ネマニア・マクシモビッチ、いいんじゃない。ユセフ・エンネシリ、打てこれはもう打て、きたー。バルサ相手に2点目、これはあるんじゃないか。今シーズンまだ1回も勝ってないからね、ちなみに。やったー、素晴らしい抜け出しから。正直ボール受けたかったけど、さすがに確実性を取ったね。いや2得点、1回も勝ったことないのにどうしたんだ。ブスケス、フレンキー・デヨングに渡った。はい、前半を2対0で終わり、折り返します。前半折り返しましたね、試合を2対0で折り返します。相手シュート1本だからね、バルサ。よしよしよし、まだポジショニングちょっと指摘されてるわ。どうすればいいんだよくわかんない。後半キック止めます。今良くなかった。いやこれ裏取れるよ、あのセルシロベルトの。スポーツ系の勝てる、セルシロベルトに走り勝て。チェルシーが新しい選手を獲得すると打て。ああさすがにきついか今のは。ブスケス、グリーズマン、怖い、やばい、シュートナイスキー。飛びついた。いやソリア強いね。てかソリアこれスペイン代表なんだね。思うスペイン代表のゴールキーパーって言ったらやっぱーーれケパさんとデヘアさんやっぱね思い浮かべるんだけど、この声援を聞けばちゃんとやっぱスペインにも第3ゴールキーパーなのかな。ソリアキックが入ります。いい選手なんじゃないソリア。多分クリアされました。オスカールが来る。ナイスよくった。これも簡単いくよ、久保頑張って。いやー惜しい。福西さん、スコアを見れば明らかなようにこの試合チームはかなり厳しい状況に追い込まれていますね。もう1点取ろうぜ、はい、ここまで低調なバルセロナも珍しいです。久保、今後に影響がないといいんですけどね。ありがとう。ちょっとずれた。へ、来た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 、いけるぞ。いやーちょっと強いな、背負いながらのプレーはちょっときついわ。まあでもこれは勝ったんじゃない。やったぜ。このリーグ戦はアウェーチームが勝利しました。初勝利。チームは巧みな試合運びを見せリードのまま勝利しました。よし、リーグ戦これで初勝利です。まあね、点決められて本当よかった。あ、ボールキープも成功にしてるからね。これ頑張ったんじゃない。パス成功率も 90%。これマンオブザマッチでしょこの試合さすがに。あ、そうだね。はい、最後よくわかんないフォーメーションだったんだけど、なんでこんなだったのか教えてもらいたい。なんかシャドウみたいな形になってたね、よくわかんない何このフォーメーション。まあまあでもフォーメーション変えるときちょっと言ってもらいたいけどね。はい、まあパス成功率10分の9と。よし、やったやったね。まあ、スタメン3試合出場して、まあ、やったね、1得点取れてよかったです。で、次の試合は、どこだった試合だ。ここでなんかレアルとか言ったら怖いけどね、やっちゃわかった。
はい、次の試合は、まあ、乾さんがいるエイバルです。はい、ご視聴ありがとうございました。